実録4号機の時代、ベガスガール編。アメリカはネバダ州に本拠を構えるスロットマシンメーカー、インターナショナルゲームテクノロジー社、略して IGT。同社は地元ラスベガスをはじめ全米のカジノで圧倒的なシェアを誇り、大当たりの総額が数億円にも上るオンライン式マシンメガバックスを筆頭に数々のヒット作を生み出してきました。そんなアメリカナンバーワンのスロットマシンメーカーが1990年に日本に進出、そして1993年春、日本のパチスロ市場に向けた初のマシンベガスガールをリリースします。先に登場した史上初の4号機チェリーバーは、イギリス系メーカーであるエレクトロコインジャパン社のマシンでしたが、開発や製造にユニバーサルが関わっており、実質的には日本製のユニバ系マシンでした。一方、このベガスガールはアメリカの IGT 社が開発製造すべてを行った正真正銘のメイドイン USA、史上初の外国産パチスロなのです。仕様は BR 両ボーナスで手玉を増やすオーソドックスな A タイプ機。スペックはあらゆる交換率への対応を考えてのことでしょうか。低設定と高設定の差が非常に大きくなっているのが特徴です。ゲーム演出については、4号機から許可されたボーナス告知機能を搭載。ビッグ、レギュラー、いずれかのボーナスが成立すると、絵柄が入賞するまで上部パネル左右の777の部分が点灯する仕組みとなっていました。チェリーバーに続く新要件パチスロ4号機の第2弾、さらには史上初の完全なる外国産パチスロということで、大いなる注目を集めたベガスガール。歩通橋の試験に時間がかかり、なかなか発売に至らず、ファンをやきもきさせますが、発表から4ヶ月が経過した同年秋、いよいよ待望のホールデビューを果たします。導入直後の高設定ということもあったのでしょうか、攻略情報誌の初実践では、ボーナスの連チャンが随所で頻発、50ゲーム以内の連チャン率は 36% 強にも上るなど、下手な裏物をもしのぐ高い出玉性能を見せました。しかし、その一方で様々な問題点も明らかになりました。まずはハードウェア、ベッドボタンが非常に小さくて硬く、非常に押しづらかったのです。また個体差はありましたが、コイン投入口やセレクタの出来も悪く、コイン詰まりが頻発、ひどい場合は10分に1度の頻度で店員さんを呼ぶようなこともあったそうです。一方、絵柄配列にも大きな問題があり、リプレイを除く全ての子役で取りこぼしが発生。さらには絵柄配列上は引き込み 100% のはずのリプレイも取りこぼしてしまうという大問題がありました。ベガスガールにはリプレイは下段でしか揃わないという制御上の特性があったのですが、それを優先した結果、左リールの特定の箇所を狙うとチェリーとの同時入賞を避けるためにリプレイを取りこぼしてしまうのです。そんな欠陥だらけのベガスガールに対し、ファンやマスコミは厳しい評価を下します。リーチ目もないし、操作性も悪いし、子役ばかりかリプレイも取りこぼすなんて、何がメイドイン USA だ、日本のパチスロを舐めてるのか。その後、体感機によるボーナス狙い撃ち攻略が発覚して、プロのターゲットにされたり、また一部のホールで裏物化するなどして、にわかに話題と注目を集めたベガスガール。しかし、ホールにとってもフラグ告知機能があるため、モーニングを入れられない、ハードウェアの故障が多いなど評判は悪く、多くが半年も経たないうちに他の4号機に入れ替えられ、姿を消しました。アメリカのカジノでの実績を武器に、ドヤ顔で日本市場へ参入を果たすも、見事なまでに大こけしてしまった IGT。そもそもスロットマシンとパチスロが似て非なるものであることを、残念ながら彼らは根本的に理解していなかったようですね。実録4号機の時代、ベガスガール編、ご紹介いたしました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。